じゃあ実際にね撮ってみたいと思います。こういうね、三脚をね使います。ちっちゃい三脚を使ってます。1500円ぐらいで買えます。ちっちゃい三脚を使います。ちょっとカメラが重いのでね、あまりチャチいのではなくしっかりした方がいいんですけど、これをこういう風な感じで置きまして、で、ここにこうものですね、ここをこう持ってくるという感じですね。で、ですね、で、フォーカスをね、ここでこう、まあ、合わすんですけれども、フォーカスを合わすのが難しいっていうふうにね、思われるかもしれませんけども、逆にですね、このものですね、これを前後させて、ピントが合うところで止めると。そして、作業をするというようなことを僕はいつもやってます。まず、この頭ですね、顔をね、ちょっと彫ってみたいと思います。これをですね、レンズの向こうに持っていきまして、こう持ってきます。はい、こんな風な感じですね。で、ピントで合わせてもいいですし、まあ被写体自体をねこう持ってきて、わかります？ピンボケ、ピント合った、ピントボケたね、前後させることでピントが変わってきますんで、これで見ることができますんでね。で、このくらいの位置に置きときまして、まあ、ピンときてるかなってぐらいで、で、このプラスボタン。このね、プラスボタンを押します。プラスボタンを1回押すと拡大します。もう1回押します。このくらい。もう1回押したらもっと大きくなります。このくらいまで大きく見えたらね、結構十分作業できるんじゃないかなと思うんですけども。じゃあ、これでね、ちょっとやってみたいと思います。もう大きさ的にはかなり顕微鏡に近いぐらい大きく見えてますんでね。実体顕微鏡も多分このくらいの大きさに見えてたと思うんで。で、実体顕微鏡と何が違うのかと言いますと、一番違うのが、片目で見てるような感じなんですね。その、ものがね、立体的に見えないんですね。ですんで、その距離感が非常につかみにくい。この今、今これ毛がき針なんですけれども、これをこう持っていくじゃないですか。で、それがね、こう当たる瞬間がいまいちつかみきれないんですね。ここがね、実体顕微鏡がもやっぱ優れてるところで、なかなかこいつでは難しいんですけど、まあ慣れてくるとね、割とできないこともないんですが、目玉ってね、こう頭蓋骨がありまして、こうまあ、骸骨がこうありますよね。わかります？こうありますよね。こうありますよね。で、目玉ってこういう穴ね、黒い穴があるじゃないですか、骸骨の。ここにね、コロンって入ってるんですね。こういう感じでコロって入ってるわけですね。こうやって入ってると。で、この入ってるものを、まあ動かすためのいろんな筋肉がついてるんですけど、こういう風にね、こうかぶさってるんですね、上から。こんな風ね、横から見るとよくこういうね、なんかその絵あるじゃないですか、保険の授業とかでねやってると思うんですけど、こうこんな風にこうね、こんな絵あるじゃないですか。こうこうなってますよね。要はこうなってるんですよね。こういう風になってると、こういうことですね。こうなってるんですね。こうかぶさってるんですね。で、上目まぶたと、なんかこう、こんな感じなのかな。で、こんな風に、ちょっとなってるんですね。面って。こういう風になってると。これをね、再現します。で、よくね、やっぱ見たらね、なかなかよくできてますね、これね。全然ここにちゃんと、ああ目玉描いたらいいんだなっていうのが分かるんですけど、もうちょっとしっかり綺麗にさせておきましょうか。